あげます。よし、さすが。
だ。プレッシャーになられてる。いやー悔しいね。いや完全にやられました。06、06、まあ、あったんですけどね。まあ一番悔しかったのが、はい、まあ試合終わった後ね、まあ、渡辺裕介プロが我々に投げかけた一言言ってました。いやー2人とも強かったよ。06ですからね。06のね、相手に言う言葉じゃないのかな。いやあれはいかんですね。ちょっと調子持ってますね。いや悔しいね。でもね、そうですね。川さん決めました。僕決めた、決めました、はい、おお、何を決めたんですか。この1年以内に、うん、僕たち2人で、うん、渡辺裕介と佐藤翔吾ペア、うん、倒しましょう。倒そう。いけます。いける。よかった。ダブルス教えてよ。いや、わかりました。ちょっと僕のノウハウというか、僕のダブルスローンを川瀬さんにも共有するので、うん、あの2人でこうしっかりこうまとまったダブルスっていうのがしっかりできるように、うん、やりましょう。でもそうじゃないとさすがに個人個人で能力上げても勝てないので、うん、2人でのダブルスっていうのをしっかり作り上げましょう、うん、なのでこの企画を通してあの皆さんにもそのダブルスはやっぱりペアで勝っていくっていうところをしっかり皆さんに伝えれればいいかなと思います、うん。やっぱりお互いに個々の力を上げて勝つんじゃなくて、やっぱりこう
力がなくてもしっかりこう手で点を取るっていうところの戦術だったりポジショニングっていうところができれば、うん、本当に勝ちにつながると思うので、そういうのをこの企画で皆さんに伝えればいいかなと思いますので、皆さんも僕たちのこのチャレンジっていうのを応援をぜひしてほしいです。今後もこの北海道組2人で、いろんな動画上げていきますので、そちらもチェックをしてください。結構面白い企画とかも準備してますので、よろしくお願いします。まあ、こんな企画やってほしいよとかっていうのもあったらコメント欄の方にお待ちしてますので、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。はーい、セーキ何聞きたくないんじゃないですか流れ。